日本兵庫県神戸市中央区、多門2多門2は、兵庫県神戸市中央区の町名。郵便番号は650の001号。多門2の町並み多門通り3丁目で、撮影中央区南西部の市街地中央より、国道28号の北側、JR 東海道本線の西に位置する。事務所、ビル、商店、集合住宅、一戸建て住宅の立つ、住宅、 商業地域、旧、生田区域の西端に位置する。東北は、北長瀬通り、東は、元町高架通り、南西は、愛与町、南は、中町通、西南は、京国西、多門通、西北は、立花の通と楠木町に隣接し、三丁目は、立花の通を二丁目と三丁目の間で分断して、楠木町に接している。三丁目にある、 港川神社には、楠木正重の霊が祀られる。明治5年成立で、明治中期昭和6年は、兵庫を冠した、兵庫多門2だった。はじめ兵庫津、明治5から7年は、兵庫一番組、明治12年より、神戸区、明治22年より神、より神戸市、昭和6年より、同志港東区、昭和20年より、同志幾田区、昭和55年より、 同市中央区に所属。町名は、西節大館によれば、当地で自陣した、楠木正成の幼名が、多門丸といって、江戸時代、坂本村あざ多門兵への上場殿が正成の、墳墓地として認定されたことにちなむという。公岩はおの、名国前寺行場記には、楠木正成を葬ったところに、松と梅を植えて、多門兵へとあざ名をつけたとある。 神戸の町名改定版によれば、天ヶ崎藩主、青山幸都氏が、領内に正重の墓があることを知り、梅と松を植え、五輪塔を建てたとも、鉄道敷設のために、愛宵町、福原町などの転居先として明治4年に兵庫と、神戸の中間にある坂本村南部に市街地が造成され、翌年命名された。明治点七八年の県二つでは、 多聞通りと記されているが、明治10年の県二つでは多聞通となっている。港川神社、国鉄神戸駅、福原遊郭が近いことから、昭和初期までは市内随一の歓楽街であって、港東区役所が置かれた場所でもある。ありがとうございます。